金宝ゲ族は、金宝華木金宝ゲ科の植物の一族。俗名の英語読みのラナンキュラスは、本属の植物の総称、あるいは花金宝ゲや、ハイ金宝ゲなど、特定の種のことを指すことが多い。金宝ゲ科の模式族。俗名のラナンキュラスには、小さなカエルの意味があり、本属に属する植物に多く見られる、菊葉の葉の形状をカエルの足に見立てたことに、由来する。 また本属には湿地や水辺を好む種も多く存在し、生育一でもカエルと重複するため本属の種とカエルが同時に見られることも多い。金宝下族の種はほとんどが多年生の総本植物であるが一年草や二年草となる種もある。花の色がほとんどの種で黄色、または白色でオレンジ色もしくは赤色の花を持つ種もわずかに存在する。 花弁は5枚の種が多い。生育環境は多岐にわたり、草地や山地、鉱山のほか、バイカモのように水生の種もいる。金宝ゲ族の種は、ラヌンキュリンという成分を含んでおり、それが分解されるとプロトアネモニンという有毒物質となる。プロトアネモニンは、皮膚炎の原因にもなり、金宝ゲ族の種を、牛や馬などの家畜が食べると中毒を起こす。 プロトアネモニンは、心臓毒としても作用するため本属や、同じ金胞外科の別属のアネモネ属などのプロトアネモニンを含む植物を誤食すると、心停止などの重篤症状を引き起こす場合もあり、これは人が誤食した時も同様である。ただし、同成分は乾燥させることによって量が低減するため、干し草に含まれる場合は問題ない。 近宝下族で食用となるのはバイカものみである。ありがとうございます。